で、どうするんだ？そんなに高いんですね。安くはないだろうなとは思っていたんですけど。まあ、もうしばらくは待っててくれるらしいから、よく考えてみなよ。はい、ありがとうございます、アルゴさん。何の相談だ、シリカにアルゴ。どうしてって、総督府なんていつも来てるじゃないか。そうでした。ずいぶん声を潜めていたけど、何か困りごとでもあるのか。よかったら力になるけど。困りごとね。ま、確かにシリカは困ってるよ。アルゴさん。なんだ、あんまり知られたくないことなのか。だったら無理にとは言わないけど。すみません、恥ずかしくて。ちょっと恥ずかしい。キーボー、シリカの秘密、適正価格で売ってやってもいいよ。うわー、アルゴさん。俺っちは情報屋だからな。価値のある情報は叱るべき価格なら取引するんだよ。ま、気にならないと言えば嘘になるけど。言います。他の人にバラされるくらいなら自分の口で言いますから。私、アバターを探していたんです。こんなチンチクリンのアバターじゃなくて、もっと大人っぽいやつ。なんだ、そんなことで悩んでたのか。ああ、残念。先に言われちゃ商売にならないな。みんなには秘密にしたかったのに。でも、シリカはそのままで可愛いんじゃないか。似合ってると思うけど。そうでしょうか。キーボーは女心ってやつが分かってないんだよな。なんだよその言い方。シリカも大変だな。はい、でも、もう慣れました。なんか仲間外れにされてる感じが。アバターの件はもう少し待ってくれるって言ってるから、ゆっくり考えなよ。ま、アバターごと変えなくても髪型やファッションを変えれば少しはイメージが変わるかもしれないしな。そういえばシリカってずっとその髪型だよな。 SAO でも ALO でも。髪型、そうですね。少しいじってみます。お、頑張れよシリカ。アルゴのセンスならきっと可愛く。キーボ。なんだよアルゴ、ちょっと怖いぞ。俺っち、この後別のお客んとこ行かないといけないから、キーボーがシリカについてってあげな。でも俺は女の子の髪型とか。いいから行ってこい。わかったよ。キリトさん、ありがとうございます。ここはどうだ？女性用の髪型とか洋服とか揃ってるみたいだけど。はい、大人っぽいアイテムが多いみたいですし、ここにします。シリカ、真剣だな。正直、どれもそんなに変わるようには。これにします。髪の色も落ち着いているし、形も大人っぽいです。あ、ようやく決まったのか。はい、次はお洋服とアクセサリーを。え？あ、すみません、
時間かかりすぎですよね。いや、そんなことないぞ。じっくり選んでくれ、シリカ。俺だって武器や防具を選ぶときはじっくり検討するもんな。シリカも自分の納得のいく装備を見定めてくれ。装備ではないんですけど。でも、わかりました。ちゃんと自分に似合うファッションを選びます。決まりました。お、決まったか。どんなのにしたんだ。試着できるみたいなんですけど、キリトさん、見てもらってもいいですか。それは構わないけど、本当に俺でいいのか。なんだったら今からでも、アスナかリズに。いいです。むしろキリトさんがいいんです。そこまで言うなら分かった。心して見させてもらうよ。では着替えてきます。お待たせしました。どうでしょうか。確かにいつものシリカとは違うな。なんて言えばいいんだろう。大人っぽいか。そう言われてみるとそう見える気も。本当ですか。私大人っぽいですか。これにします。それでずっとこの格好で。ごめんね、ピナ。ほら、もう頭に乗っていいよ。ピナ、なんだか不満そうだな。もしかしてこの髪型だと嫌なの。それじゃあピナ、前のシリカの方がいいって思ってるみたいだな。そうなんでしょうか。まあ、俺も前のシリカの方がやっぱりシリカっぽいとは思うよ。あ、もちろん今の格好もいいんだけどさ、やっぱり違和感というか、なんというか。ピナもそれで困ったんじゃないかな。髪型を急に変えたからシリカの頭に落ち着こうにもどうしたらいいかわからなくなったみたいな。そうですよね。私は私らしくした方がいいですよね。そうだよ。いつものシリカが結局一番可愛いんだから。かわいい？ほら、ピナもそう言ってるみたいだぞ。わかりました。やっぱりイメチェンはやめにします。すみません、キリトさんにはずっと付き合ってもらったのに。気にするなって。俺も結構楽しかったよ。それならいいんですけど、私ばっかりになっちゃって。それならせっかく買い物に来てるんだし、武器とかそっちの方も見ていこうか。はい、ご一緒させてください。よう、お二人さん。あれ、髪型も洋服も変わってないな。いろいろ試してみたんですけど、結局ピナも戸惑っちゃったみたいで。ふーん。あ、もしかしてキーボーにいつものシリカがいいとか言われたんじゃないのか。え、アルゴさん、どこかで見てたんですか。それくらい見てなくたってわかるさ、キーボーのことだから。その通りなんですけど。なんだ、また二人でこそこそと。別に何でもないよ。キーボーはやっぱり女心が分かってないなって話さ。
またそれかよ。私は何も。それじゃあのアバターの件はなしってことでいいのかな。はい、すみません、アルゴさん。いいってことよ、これも仕事だからな。アルゴのやつ、言いたいことだけ言って行っちゃったよ。いいじゃないですか。さあキリトさん、お買い物続けましょう。ああ、それじゃシリカの銃を見に行こうか。